は結構なんか渋滞してますね。今日は日曜日、気温も12、3度まで上がるっていうことなんで、ポタリングしようと思って来てきました。特に目的地はないんですけど、まあ大体軽く片道1時間程度ぐらいのところを目指して走ろうかなと思ってます。そうだな、今日はあれだな、荷物もまた最小限で、ちっちゃい財布に、まあ撮影の機材バッテリーとか入れて、あとはドリンクを持たずに、スターバックス のタンブラーを持ってきたんですよね。知ってる人もいるかと思うんですけど、いつもスターバックスってお正月福袋を販売するんですけど、まあそれが今年結構いつも人気で抽選なんですけど、今年運よく当たったんですよね。まあ、当たったといっても購入する権利が当たったってことなんですけど、でもう開封しちゃってるんで、特に開封動画もないんですけど、中身的には一番外側がまあスターバックスのトートバッグが中に、タンブラーと水筒かなが1個ずつあって、あとビニールポーチ、あとちっちゃいクッション、あとコーヒー豆の引換券1つ、あとドリンクチケットが6枚っていう感じで出てるんですけど、今日はその中のスターバックスの水筒をこのサイクルジャケットの後ろのポケットに挿して持ってきてます。まあだからスターバックスぐらい行ってコーヒー飲んで帰ってくるぐらいかな、がちょうどいいかなと思ってます。皆さんって福袋とか買ったりするんですかね。僕もそんな、そういう有名なとことかは抽選に応募したりしますけど、まああと買ったのは、あれかな、タオルメーカーのタオルとかバスタオルの福袋みたいなの買いましたね。なんかたまに買うところがあって、まあ、バスタオルとかタオルってまあ年にいわゆるできるだけ半年に1回ぐらいかな、それが長いのか短いのかわかんないですけどぐらいで、だいぶへたってきちゃうんで、で交換したいなと思ってちょうどそのタイミングで買い替えたりとか、そんなぐらいかな。昔はアップルの福袋とかも並んで買いに行ったこともあるんですけど、まあでもほんまに欲しいのがないと、まあ並んで買いに行ったっていうのは価値があるだけで、まあ、中身的にはどうだったかっていうと、まあ本当に欲しいのが入ってればいいですけどね。まあ今ももう福袋なくなっちゃいましたけど、アップルは相変わらず GoPro Max のマウントがずれちゃって、さっきからずっと足止め食ってしまってます。いろいろなんか滑り止めのテープを紹介していただいてるんで、ちょっと今度買って試してみたいなと思ってます。やっぱマスク今して自転車乗ってると、こういうふうにね、どうしても風とか小石とかの防止で、このサングラスまあ安物ですけど必須だなと思うんですけど、どうしてもちょっとずつ曇ってきたり、信号とかで止まったりすると曇ってサングラスとか曇っちゃったりするんですけど、この前会社からの帰宅時にドラッグストア寄って、でそこで買い物を終わらせた後にまた乗って帰ろうと思って、ちょっとマスクして、でこのサングラスかけたんで
曇ってたんですよね、ちょっと。まあでも走り出せばすぐ曇り取れるかなと思って、そのまま走り出したら、ドラッグストア の、 駐車場の車止めに思いっきり引っかかって、バランス崩してですね、まあ、スピードはそんな出てなかったんで良かったんですけど、右膝から落ちるというか、右膝を支えに、まあ、ゆっくり倒れたって感じで、今度は右膝を痛めてしまって、今痛い感じです。この前まで左膝やったのに、まあ、ほんで左膝もまだ別に感知してないですけど、ほんまあのあれですね、年取ってくるとどこかしこ痛めてて、今も両膝がちょっと痛いという、本当に情けないなと思います。その上、去年の11月ぐらいから右手の薬指がバネ指っていうんですか、ああいう感じになっちゃって、まあ整形とか通って注射打ったりとか、まあ診療してるんですけど、寒さもあってなかなか良くならないですね。やっぱり冬寒いと、まあ、YPJ だけじゃないんでしょうけど、 E バイクのバッテリーの減りもやっぱりちょっと早いですね。だいたい、どうやろう、職場の往復やとだいたい往復で28キロぐらいなんですけど、そうすると5日はちょっと無理かな、4日ぐらいで、まあ、無理すれば、あとなんていうの、モードを落とせばいけるんかもしれないですけど、まあんまり通勤時にわざわざしんどく走りたくないんで、もうスタンダードかハイモードぐらいしちゃってんですけど、それだとやっぱり4日程度、まあそんなもんかなって感じですけど、やっぱりどうしても持ちは悪いですよね。今日はまあまあまあ暖かいんで、最近お気に着ているカペルミュールネのウィンドジャケットじゃなくて、上がこのウィンドブレーカー、まあ、ちっちゃく折りたたんで収納できるようなやつで、中が見えますかね、5度15度対応の、ジャケット。最近なんかカペルミュールの話題ばっかりです。申し訳ないんですけど、別に全然関係ない人間なんですけど、今ちょうどセールやってて、でちょうど自分のサイズがいい感じでこの2枚あったんで、まあいつも買ったらだいぶ高いんでね、あとこういう時に買わないとあれだなと思って、つい最近買って今日初めて着てる感じです。なかなか今日ぐらいの気候やとちょうどいいですね。堺市の結構まあまあ中心の方に入ってきました。ちょうど横にも阪堺電車っていうチンチン電車、昔でいう、ちょうど前から来ましたけど、が走って、ちょっと新しい方ですね。もう少し南の浜寺公園ってどこまで行ってます。で、まあ、北の方の終点は天王寺、あっちの方まで行ってですね。目的のスターバックス着きました。堺利生の森っていう千利休とか与謝野晶子とかを中心とした博物館ですね。でその隣に併設されているスターバックス。
があれですね、スターバックスの福袋で入ってた水筒タンブラーです。今この中にドリップコーヒー入れてもらいました。いつもお店の使い捨てのカップ入れてもらってるんで、久々こういうの使いましたね。なんか新鮮。で、あとは、まあ、朝結構もう食べたんで、軽く。よいしょ。これ、チーズタルト。前からちょっと気になってたんですけど、なかなか買う機会なくて、初めて買いました。じゃあちょっと一口食べてみます。よいしょ。やっぱチーズが美味しい。ああすごい。ほっとします。あったかい。美味しいですね。ちゃんとボトル外側店員さんがアルコール消毒してくれてるんで安心です。ああ。美味しいですね、コーヒー。じゃあ、もうちょっとゆっくりして、それからまた帰りたいと思います。じゃあ、スターバックス後にして自宅に向けてゆっくり帰りたいと思います。このスターバックス結構さっき座ってたところが縁側みたいなのをイメージして作ってあるみたいで、今日ぐらいやったらちょうどいい感じでしたね。中そんなに広い店内じゃないんで、結構今後みんな座ってたんですけど、外で並んで座ってコーヒーするっていうのもなかなかいいですね。今日もたわいもない動画でしたけども、またよろしかったらチャンネル登録といいね評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。